クレイル・デルボスはフランスのバイオリニスト、作曲家。また、作曲家、メシアン夫人として知られる。父親はソルボンヌ大学の教授であった。1930年初頭、メシアンのピアノと彼女のバイオリントによってパリで演奏活動を行っていたが、1932年に彼と結婚した。その後、室内楽を推進する。 作曲家たちによって1935年パリで結成されたグループラスピラールの一員としてメシアンたちと共に活動した。結婚の年、メシアンによるバイオリンとピアノのための作品、主題と変装を検定され、夫婦でその初演を行った。メシアンからは愛称でミと呼ばれており、連作歌曲集ミのための歌はまさに 彼女への思いを表現した作品であった。家庭生活は円満であったが、1937年に長男パスカル・メシアンを出産した後、徐々に健康が衰え始めた。手術を受けたものの、術後は脳の障害によって記憶喪失になってしまい、やがて精神や思考の異常を伴うようになった。メシアンは息子を一人で育てながら看病したが、 脳の障害は改善されず1950年には精神科病棟に入ることとなり、長い治療の開学1959年に息を引き取った。メシアンがその後1962年にピアニストイボンヌ・ロリオと再婚したため、デルボスは彼の1回目の夫人となった。ありがとうございます。